お疲れ様です。吉田さん。失敗か成功か。成功確かに膨大な数の失敗が私もありますそして成功ってのはたまにしかしないんですよねまあ言ってみれば10勝1敗じゃなくて10敗1勝ぐらいですか99敗1勝ですかそんな感じじゃないかなと思いますまあでも1回勝つと何が起きるかっていうと無数の失敗から私はこういうことに気づきましたっていう風な コンテンツの提供ができたりとか実際自分で本当にその通りであって失敗の中から気づくことってあるんですよねでうまくいった時って有頂天になるだけであんまり気づきってないんですよああよかったって思うぐらいでもっと言ったら失敗の回収ができたなって思うぐらいなんですよでいろんなビジネスやってきていろんな商売やってきて私はその一番最初にアフィリエイトが大きな売り上げを作ってくれてそれまでの負債を全部消してくれたんですけども一発当たると全部消してくれるんですよね で一発当たるとそれをもとに他のことをやっても当たった時の法則なり体験が次の成功を導いてくれるんですよね。まあ、ですので、まあ、転売やってもそこそこうまくいきますし YouTube やってもアフィリエイトでやってきたことってのは結構生きてますしねでアフィリエイトでやったことをライティングに生かしてみたりとかアフィリエイトで起きてきたそのアフィリエイト業界の変化っていうのをうーまあ YouTube の変化にこう。 重ねてみたりとか、世の中のマーケットをそうやって通じてみたりとかなんかそれからアフィリエイトに関して言えばどんなリスクがあったんだろうかと確かにお金はかかんないけども、うん、途中でやめたらそこまでの時間とか労力ってのは全部ロスになるよねっていうことですよね。じゃあ投資に関してもビジネス投資にしても他の人の作り上げた案件に自分が乗っかる時に確かにビジネス作んなくてよくって。 お金を出すだけなんで楽なんだけどもでもその代わり自分でコントロールできるところが少ないっていうふうなリスクになるわけですよね。まあ、そうなるとコントロールできるところが少ないんだったらコントロールできるところを多くしていくっていうふうなリスクヘッジが考えられたりとかこれ全部うまくいかなかったところから拾い上げたあのやっぱこう失敗は進んでするもんじゃないんですけども一生懸命やった結果うまくいかなかったらそこから少なくとも何か拾い上げるものはね、えー、なければ。 繋がんないですよね、成功にね。なんせ失敗を膨大な数して、成功はたまにしかしないんで、膨大に経験する失敗から学ばなければ、非常にもったいないですよね。そこが大きな差を作るところなのかなという気はしますね。いってらっしゃい。